二階堂徳有は、宮城県大崎市出身の体育指導者、教育者。日本女子体育大学の創設者にあたり、女子体育の母と称される。日本初の女子オリンピック選手である、瞳絹枝のほか8名のオリンピック選手を育てた。イギリス留学で学んだスポーツの普及に努め、女子のスポーツとして、クリケットとホッケーを日本に、初めて紹介した。 1880年12月5日に、宮城県志田郡氷村にて、父、安次、母、金の長女として生まれる。父方、母方ともに、会津藩士の家系であった。三本木は、豊かな自然に囲まれた山あいの里であり、徳与はどんな花の名所よりも美しいと称える歌を、残している。1887年、父の不認知。 松山の松山尋常高等小学校に入学するが、間もなく父の転勤により三本木尋常高等小学校に転校する。三本木小では尋常科4年、高等化4年の計8年間学び、成績は普通であったが、女子には高度な学問は不要と考える。当時の風潮からすると高等科をきっちりと卒業させた日海道家は、 教育熱心であったことが伺える。高等会4年生の夏休みに、おじの佐藤文之進から、日本外史を習ったことで学問に目覚め、文学少女に成長した。なお、小学校時代の8年間、特有は体操の授業を受けたことがなかった。1895年に、三本木商工等科を卒業し、予備講習会を経て、同年11月10日に、 尋常小学校本科準教員の免許を取得する。地元の三本木小学校に就職し、坂本文教場で準教員となった。坂本文教場では老教師が教えていたため、鬼ごっこをしましょうと誘う15歳の二階堂先生の出現に、児童は驚いた。月給は1円50銭と、新米教師の相場と同等で、初任給を神棚に祀った。 分け教場での教師生活を続けるうちに、さらに上級学校へ行って、学問を身につけたいという思いが募ったが、宮城県人情師範学校は、女子部を廃止しており、徳与は、進学ができなかった。しかし徳与は諦めず、全く縁のない福島民法に手紙を送って、福島県人情師範学校への入学の圧旋を依頼した。福島師範には、 福島県民でないと入学できなかったことから、戸籍上用紙縁組みすれば、面倒を見るという返事を受け取った徳代は、これを受諾して1896年3月に、福島民法の社長、小笠原貞信の幼女となり、小笠原徳代を名乗った。こうして、同年4月に、福島市藩へ入学、1899年3月に、 高等小学校本科生教員の資格を得て、卒業した。福島市販では体操の授業があり、徳与はほぼ休まず出席していたが、面白みに欠けたため、心ここにあらずという状態で臨み、時間の無駄だと不満を漏らしていた。この時徳与が学んだのは、すでに魅力を失っていた普通体操であり、体操が他の教科よりも一段低く見られていたことも手伝って、 徳代は、より一層つまらなく、感じたのであった。ただし、実地授業で徳代が体操を教えると高く評価され、卒業まで校内ではつつそで、袴姿で過ごすことを許された。成績優秀で付属小学校の訓導に就くことを求められるも孤児し、足立郡油性村の油性尋常高等小学校に、赴任し、訓導として尋常科2年生の担任になった。 担任クラスには、長沼光という児童がおり、その姉で高等科3年生の千恵子とも親しくなった。千恵子とは、後に、高村光太郎の妻になる、高村千恵子のことであり、千恵子は、特養に懐いた。1900年4月、油性症を給食し、女子高等師範学校門下に入学する。当時の女工師は、 高根秀夫が校長を務め、和歌の尾上え採集、体操のつぼい言動をはじめ、安井鉄、五冠菊野良の授業を受けた。徳代は特に、尾上え採集の授業に魅了され、自作の歌を褒められて、小芝船の名をもらうほどであった。一方で、体操の授業には全く関心がなく、結果や見学など、なんとか授業に出ないようにしていた。 なお、特予在学中の体操の授業では、強制術や舞踊画を教えられていた。助行師の学生時代の特予は、毎年学年末に不運に見舞われるというジンクスがあった。一年生の時はチフスに感染して4ヶ月間、茅ヶ崎の病院に入院。二年生は足裏の怪我が原因で骨が腐って40日の闘病生活を送り、三年生は養父。 小笠原貞信が死去、4年生は、ジップ、安寿が死去した。このうち1.24年生の時には、学年末試験を受けることができなかった。本来、試験を受けなければ進級できないが、徳与は、成績が良かったからか、試験免除で進級した。特に4年生の試験は、卒業をかけたものであり、徳与は、留年覚悟であったが、学校は、試験を免除し、 卒業を認めた。こうして1904年3月、教育、倫理、体操、国語、地理、歴史、漢文の7科目の市範学校女子部、高等女学校の教員免許を取得して、助講士をストレートで卒業した。助講士の卒業後は、教師となり、最初の赴任先は、石川県立高等女学校であった。赴任前に、 主として体操家を受け持ってほしいという指針を受け取っていたが、得意は何かの間違いだろうと思い、最初の校長からの言葉で、それが事実だと知ると絶句した。本業の国語の教師は十分いる一方、体操の免許を持った教師は不足していたからであった。体操のことをギリにも面白いとは言えぬ代物、怒鳴られてバカバカしい。 およそこれほどくだらないものは天下にあるまいと、酷評していた徳代にとって、体操教師を命じられたことは不本意であるばかりでなく、第一族である世間に対して面目を失う、とまで思っていた。しかし、女講師の卒業生は5年間認知で教職を、全うする義務を負っていたこと。 女高志時代のジンクスから翌1905年の春に自分は死ぬのだろうと思い込んでいたことで決死の覚悟で体操を教えることにした。最初は週13時間の授業に身も心も疲弊したが数ヶ月すると自身の体調が良くなっていることを発見し夏には井口役里が講師を務める3週間の体操講習会を受講しスウェーデン体操を学んだ。 井口の講習を受けた徳代は素人では到底教えられないと痛感し体操を学びたいと思うようになった幸運にも体操専門学校を卒業したカナダ人宣教師のフランシス・ケート・モルガンが金沢市にキリスト教を布教しに来ていたため徳代は1日おきに30分の個人レッスンをモルガンの家の庭で受け始めたモルガンの教える体操は スウェーデン体操にドイツ体操を混合した独自のもので指導のうまさと相まって徳義はどんどん体操にのめり込んでいった徳義が習った体操は様々な体操器具を使うものであったが器具が整わなくてもできるよう飛び箱の代わりにトランクを平均台の代わりにベッド2台の間に渡した板を水平棒の代わりに柱と柱の間に貼った縄を 六木の代わりに本棚を活用する方法を、モルガンは伝授した。ついには、石川工場の全生徒を対象に、週28時間もの体操の授業を受け持つに至り、石川県の軍部を回って、小学校教師向けに、体操の実地指導を行うようになった。この頃の教え子に、時の石川県知事、村上義雄の娘がおり、父子ともども得意の体操に魅了され、 知事の後ろ盾を得て、運動会では、プロの楽隊を入れて、体操を行うという企画を行ったり、生徒を男役と女役に分けて、カドリーを踊らせたりした。この運動会では、入場券を得られなかった第四高等学校の、学生が兵を乗り越えて乱入し、警察官が監視に当たるほどの大変な評判を呼んだ。1907年7月、徳夜は、 高知県市販学校への出校を命じられた。しかし、高知市に来て、すぐに、マラリアに感染し、入院を余儀なくされた。回復後、教諭検査官に着任し、歴史1時間、体操18時間を受け持った。体操の授業中、生徒を木陰で休ませている時に、ウィリアム・シェイクスピアの擬曲を語り生徒を喜ばせた、という逸話が残っている。 また校長が大切にしている芝生の上で自転車を乗り回し校長に不満を持つ人たちを痛快がらせたという話もある。高知県でも徳代は体操講習会を開きその模様は土曜新聞に取り上げられた。この頃徳代は自身がスウェーデン体操を教えているつもりであったが実際には金沢では第9師団、高知では 不評第44連隊で行われていた軍隊式訓練を見よう見真似で教えていたのであった。軍人からは上軍の一体だなどと言われたことに当時の徳代は得意げだったが後に振り返ってこれらを思えばすべて進むしの種なりと綴っている。1909年7月31日徳代は二階同棲に戻った。1910年末徳代は 母校の東京女子高等師範学校の体操科研究生になることを願い出た。この願い出は後に取り下げるが、次には宮城師範への転任の話が舞い込み、さらに母校を東京女高市からは女子就任の勧めが来て、また別の学校からも就任依頼が届いた。徳与はこの中から東京女高市の職を選び、高知師範を辞して1911年春に、 東京女高師女教授に着任した。徳代はこの時30歳で、異例の抜擢となった。東京女高師での仕事は、6時間の授業と、井口役里、長井同盟寮教授の補佐であった。ところが、井口は、同年7月に、藤田つもるつくりと結婚して退職したため、徳代は、井口の後任として、女子体育の指導者の重責を負うことになった。 体操を専攻したものではないのに、体操界の権威になろうとしていた徳代は、同僚4人から妬まれ、家族宛ての手紙で、たかがうじむしめら、と罵っている。1912年10月1日、徳代は、体操研究のため文部省から2年間の、イギリス留学を命じられた。留学を推薦したのは、上司の長井同盟であり、長井は、女子体育の担い手として、 特意に期待していた。11月20日、曇り空の下で、長井同盟、安井鉄、長沼千恵子、高村光太郎ら10人が見送りに駆けつけ、横浜港から旅立った。日本人女性の体育留学生は、井口役里以来二人目であった。1913年1月15日、ロイヤルアルバートドックに入港し、 イギリスに到着するも、予定より1日早く着いたため迎えの人が来ておらず、船中でもう人夜を明かした。翌1月16日、迎えは来たものの、その人は、留学先のキングスフィールド体操専門学校の場所を知らず、雨の降る中ようやく夕方に学校に到着し、入学手続きを行った。学校側は、 アシスタントプロフェッサーが留学してくると聞いて、身構えたが、いざ特予に試験を課すと何も知らないことが判明し、特予は、一体まあ、何を、あなたは教えていましたと、教師一同から問われてしまった。これに対して、スウェーデン体操を教えていたと特予は済まして答えたが、その内容をお話すと、スウェーデン式教育体操の一部をやっているんですねと、教師から言われ、 自分が教えていたものは、スウェーデン体操の一部に過ぎないことを知った。そんな中で唯一、家庭競技だけは、興味ある、室内ゲームだと高評価を得た。特世が披露したのはラカン遊び、シノダの森のキツネ釣り、花遊び、ハゲ頭などであった。KPTC の授業は、理論と実家に分かれ、理論では、生理学、解剖学、衛生学など、 実家では教育体操、医療体操、舞踊、競技などを学び、理論と実家にまたがる、教授法の科目もあった。最初は何も知らないと驚いていた、教師陣も、日々急速に成長していく徳代に、天才だと賛辞を送るようになった。徳代が、最も影響を受けたのは、校長のマルチナバーグマンオースターバーグであった。 学校の長期休暇中は、ロンドン市内の女子体操学校を参観し、チェシャー州オルトリンガムの夏季学校での水泳練習、ロンドンの舞踊塾でのダンス練習に励んだ。特に水泳は苦手で最も苦しんだが、1ヶ月後には、一通りの型を習得し、学年に1位の成績を得た。KPTC で1年3ヶ月学んだ後、 徳与は、イギリス国内の体操専門学校を渡り歩いた。当初の留学予定では、イギリス巡歴の後、ヨーロッパ各国をめぐって、スウェーデンで半年学び、キロアメリカに立ち寄ることになっていた。しかしこの頃、第一次世界大戦が勃発し、イギリスでもドイツ軍による空爆が行われるような、緊張状態であったため、徳与は、各国巡回を諦め、 イギリスに留まることにした。ところが日本から急遽帰国せよとの電報が届いたため、やむなく1915年3月14日にイギリスを立ち、ドイツ軍の潜水艦攻撃に怯えながら行きと同じ、航路を取って4月4日に日本へ戻った。留学前はイギリスに行ってもそう変わることはなかろうと踏んでいたが、実際には、 体操教師の白式た芸さに驚かされ、女性が体操教師として活躍していることに感銘を受け、愛国心を喚起させる結果となった。この経験を胸に、自らの体を女子体育と国に捧げるという覚悟を決め、その意志は修正揺らぐことはなかった。徳世は留学生活について、足がかり四年に書き残し、二人の弟、清子とと誠武は、 国与13回期記,記念に留学中に送られてきた手紙をまとめたロンドン通信を発行した。メイポールダンス1915年5月、東京女講師教授となり、第6臨時教員養成所教授を兼任する。同年6月には、文部省講習会講師と教員検定臨時委員に就任。1916年7月には、文部省私学委員になり、 夏休みには自ら体操講習会を開催して、日本各地を飛び回った。また著書、体操通俗校は、足がかり4年、模擬体操の実態を1917年1918年に、立て続けに出版、東京女子大学の学長となっていた、安井鉄に壊れて、1918年5月から1922年3月まで、同学で授業を行った。 女子教師と臨時教員養成所では共にカジカの生徒に体育を教え、ダンス、体操、遊戯、スポーツの指導を行った。この時の教え子に女子体育の指導者となる徳倉春、加藤とトハがいる。徳倉はこの頃の特養が女子体育は女子の手でと口癖のように言っていたことを証言している。授業ではイギリスから持ち帰ったメーポールダンス、クリケット、 ホッケーを取り入れ、生徒を六木にぶら下げておいてゆっくりと説明するのが常であった。この頃の体操指導は、上司の長い同盟が苦労してまとめ上げた学校体操教授要目に従うことが求められていたが、その体操はドリルを中心とした味気ないものであり、徳与は要目よりもオスターバーグから習ったイギリス式の生き生きとした体操を強引に実施していた。 また、長井は、ダンスの価値をほとんど認めておらず、女講師の体操服も、長井受け持ちのクラスがブルマーだったのに対し、徳余のクラスは、KPTC と同じチュニックを採用するなど、長井と徳余の間に対立が生じていった。長井は、自身の後継者として、徳余に期待していただけに、裏切られた格好となり、徳余は体操の資格がないクラスに、 配置転換されてしまった。さらに、長井との対立は、東京女高市での特用の孤立に至り、ノイローゼとなって、鎌倉に引きこもってしまったこともある。この時は、安井鉄の助力により、無事に、東京女高市に復帰した。一方で、オスターバーグからかけられた、ここに津波を持った、クイーンスフィールド体操専門学校を建てるように、祈りますの言葉を胸に抱き、 学校を建てる構想を温め続けていた。まず、徳代は1919 19年の体操女、教員協議会の場で女子の体操教師120人に呼びかけて全国体操女教員会を立ち上げ、自ら会長に就任した。全国体操女教員会を率いた徳代は、スウェーデンの国立中央体操学校やイギリスの KPTC のような体操研究と指導者育成を担う体育研究所を設立すべく10万円を目標に寄付を募り始めた。しかし1921年に文部大臣官房が体育研究所の設立議案を策定しその経費が150万円と発表されると特与は10万円では到底研究所を作れないことを悟りまた 国がいつか建ててくれるならと人々に思われたことで3300円にしか募金は集まらなかった。そこで、徳代は構想を温めてきた自身の体操塾を設立する資金に募金を振り向けることに決め、寄付者に理解を求めた。次に、1921年5月に雑誌、我が力を創刊し、女子体育の重要性を社会に訴えた。我が力は、 毎号千冊印刷し、平均500冊ほど販売していた。関東大震災による中断を挟んで1925年1月に、力に、海外、1927年4月の、力第51号を最後に発行を停止した。当初は、女子体育の専門誌であったものの、次第に、二階堂体操塾の宣伝に移行していき、末期の12冊は、 体育写真画法と銘打って完全に塾の紹介だけになっている。雑誌発行業務に追われて、特用は講習会や講演会を開く余裕がなくなり、私学委員の仕事も返上した。我が力を相関した1921年には小6くらいに助せられた。二階道体操塾1922年4月15日、資材を投げ打ち、 日本女子体育大学の前身となる二階堂体操塾を開いた。女子体育の研究機関と女子体育科の養成機関を兼ねた塾で、特養を中心として入塾生と共に作り上げていく共同体であった。この時特養は41歳であった。校舎は東京、下代々木に借りた庭園付きの邸宅を利用し、設立前から住み込みで準備していた。 徳代塾長が自ら授業を行ったほか、徳代の弟、二階堂貞永が国語と赤を担当し、軍人や軍医ら軍関係者、野口玄三郎、大谷竹一ら体育会の重鎮も、教弁を取った。また、徳代の母、二階堂金と、お手伝いさん二人が家事を行って、塾生を支えた。開校して間もなく、体操教師不足の時世から徳代の活動は、 世間の注目を浴び、9月には熟成に、出張教授依頼が舞い込むほどであった。この年の12月4日、東京キリスト教青年会会館で、第6回極東選手権競技大会を前にした、女子体育の講演会が開かれ、野口玄三郎、大谷竹一沢田一郎、内藤企業に続いて徳余も演談に立った。この時のビラで徳余の肩書が、 前東京女子大教授になっていたことに、徳代は激高し、与は死せるか、と冒頭の5分間熱弁を振るった。徳代は、臨時教員養成所が3年かけて教える内容を、わずか1年で熟成に叩き込み、49人の一期生を、世に送り出した。この一期生には、後に、参議院議員となる、山下春江がいた。1923年9月1日に、 関東大震災が発生し、塾舎が半倒壊し、使用困難になる被害を受けたが、徳代と熟生80人は全員無事であった。熟再建のため、熟生が体操やダンスをしている写真を売り歩き資金調達を図った。徳代は、江原郡、松沢村松原に移転を決め、1924年1月25日に、バラックの塾舎へ移転した。 三期生には1928年アムステルダムオリンピックに日本女子選手として初出場し陸上800メートル走で同じく日本女子史上初となる銀メダルを獲得した瞳絹枝が入学した。塾創設時の得意はアスリートを育成する気は毛頭なかったが絹枝と出会って女子体育の発展にアスリート養成が不可欠との認識に至った。 1925年4月、東京女子大学に復帰し、体操科の担任を務め、東京女子医学専門学校でも週1回教え始めた。両校での勤務について、徳代本人は、お主にしへて中義をしてみたいと語っているが、二階堂体操塾の専門学校昇格のための学習、準備を兼ねていた可能性がある。 1926年3月24日、日本女子体育専門学校に昇格、解消した。私立の女子専門学校としては日本で20校目であり、初の女子体育専門学校であった。この頃の特養は、忙しさのあまりイルスを使ったり、黒髪を切り丸坊主になったりしたエピソードが、関係者の間で知られている。震災の被害や、 学校移転で資金繰りに急し、学生からも借金をする羽目になった。文部省が審査のために来校した時には、慶応義塾大学や東京城主体操音楽学校から図書や備品を借りて審査をやり過ごした。右から順に、今村義夫、野口玄三郎、二宮文衛門、浅川翔一。この写真は1941年の東京高等。 市範学校の体育科教師人であるが、浅川以外は、二階堂体操塾、大戦でも、教師を務めた。大戦時代の徳世の学校経営は、思いの強さから、先制的と見られ、徳世と、相入れず、学校を去った教師も少なくなかった。11年ほど大戦で講師を務めた、今村義雄は、晩年の徳世良い軍国ばあさんと表現した。 社会が戦争へと向かっていったことと戦前の体育が、軍と深い関係があったこともあり、徳代は青年将校を愛し、将校の側もそれを分かっていて、軍事演習の帰りに兵隊を連れて、たびたび来校した。その際には、授業を中断して、ゆちゃで接待したり、軍人に見せるために学生にダンスさせたりしていたという。 徳世の日々の発言や雑誌、力の記事も国家主義、国粋主義的な色味を帯びていき、日本の誇りのために女子スポーツ選手を輩出しようと考えるようになっていった。こうした中で、徳世は学校経営の実務を名誉校長の二宮、文衛門に任せ校内に引きこもり、病気がちとなった。弟の誠武器に自分なんぞは今に、 誰からも相手にされなくなって、電信柱の陰に一人でうずくまっているかもしれない、という苦しい胸の内を明かした。1933年に徳代との面会を許された、記者によると、当時の徳代は、火鉢で餅を焼きながら、来客を応対し、三坪ほどの部屋を、書斎兼校長室としていた。室内は、洋風で奥には、正義無敵の額があり、徳与は、 ロイド眼鏡をかけ、和装していた。語尾の、世を強調する話し方をし、楽しみは入浴、睡眠、月一回の歌舞伎鑑賞であった。1937年、佐々木一志や徳良春らの尽力で、東京女高市に、体育科が設立された。徳世はこれを喜び、両手一杯に花束を抱えて、下村俊一校長を訪問し、限りなき喜びですと挨拶した。 その後は、応援会員とお茶をしながらの座談会を行い、これから競争しましょうと発言し、大笑いした。久々の母校訪問とあって、夕方まで校内に滞在し、校内を一巡して、満足げに帰宅した。1941年4月7日、大戦の入学式の朝に倒れ、東京海軍共済組合病院に入院、後に、本人の希望で、 慶応義塾大学病院に転院した。病名は、がんで、他に、糖尿病や白内障などの持病があった。4月14日には、徳与の妹、富の娘である美希子を養女にとった。入院中、対戦の生徒や卒業生は、看病や見舞い、輸血を申し出たが、一切断っている。同年7月17日午前1時40分に、死去。 六十歳であった。当日は稀に見るような暑さであったという、生涯独身であった。ゆかりと題した手帳には、次の言葉が互いに何の脈絡もなく並んでおり、死の間際の特有の心境を映し出している。教育学者の上沼八郎はこれを、女子体育という特殊な未開の領域に生涯を捧げた、明治の女性の面目を語っているように思うと評した。 7月18日、数名の関係者のみが見守る中、堀の内斎場で仮装され、勝明院、釈桜木国の法名を授けられた。徳代の死は7月27日に、朝日新聞が勇敢で報じたのが最初で、翌7月28日の長官で、他氏も報じ、これを見た人々が長門に訪れた。夏休み期間中であったため、 学校葬が行われたのは9月20日になってからで、あった。死後、君六等随法賞が送られた。墓所は、築地本願寺和田堀病所。すぐ近くには、作家、樋口一葉の墓がある。徳世は生前、玉霊園がなければ、和田堀病所でもよいと三木子に要望していた。徳世は、幼女の三木子に遺言書を。 口術筆記させ、その中で対戦の学生募集を停止し、全生徒の卒業、就職を待って並行するよう要望したが、弟の清子と武器が二代目校長に就任して、学校を引き継いだ。清子と武器は、体育の他の字も知らないような人物であったため、学生は反発したものの、太平洋戦争の激化で、ボイコット運動をしているような時代ではなくなったことや、 長年の学校行政手腕を発揮して、同窓会、松徳会を組織するなどして、反発を収束させていった。1943年9月1日、ある新聞が、女子体力症検定いよいよ実施という記事にて、日本女子体育専門学校校長、二階堂徳代女子の談話を掲載した。すでに2年前に他界している徳代が、当然語るわけはないので、 実際は電話取材を受けた弟の清子とぶきが霊感3とで答えたものが特予団として掲載された。死し,してなお、特予が女子体育に大きな影響力を持っていたことを物語るエピソードである。生徒や卒業生に物をあげることが好きで手当たり次第に物をあげ、その時は相手に、よう、不要を言わせなかった。喜んで受け取れば非常に満足し、 断れば叱りつけた。好物は、リンゴで、当時の高級品種、デリシャスを、生徒一人ずつに配ることもあった。他人の幸福は、自分の幸福と考える人であり、口癖のように、三、五幸福ですかと問うていたという。校長としての忙しい生活の中での束の間の、休息には、よく、新宿の映画館に出かけた。 映画鑑賞が趣味だったわけではなく、誰にも邪魔されずに、ぐっすり眠るのが目的であった。ハッと起きると、周囲の人々が、不思議そうな表情を浮かべているので、特予は恥ずかしかったという。途中で、中村屋により、両手一杯にパンを買って帰るのが定番であった。ある新聞で、特予は、ドイツの俳優、エミール・ヤニングスに例えられたことがある。特予は、 これが不服だったようで、対戦の生徒に、楠木正成は、中心、石川五右衛門は、泥棒と相場が決まっているが、エミールやニングスは何だと問うたが、生徒は困惑し、黙って、下を向いたという。金沢で、初めて洋服を着た人であると言われている。当時の徳世は、殺走とした印象の人だったが、対戦の校長になった頃には、服装へのこだわりは、 亡くなり、ゾロッとした着物を着ていたと学生が証言している。1923年に体操塾を訪問した、宮城県の新聞記者は、徳与が紺がすりに筒袖を着ていたと記している。カツラは3つくらい持っていた。来客時にはカツラを着用したが、慌てて被るため、眉毛の近くまでかかっている時から大きく、後退している時まであった。ある日、 電車に乗っていると、他の客に、傘の先でカツラを引っ掛けて外されてしまい、乗客一同に爆笑されるという経験をした。しかし徳代は全く動じることはなく、平然としていたという。坊主頭にする前には203コーチ曲げにしており、髪型が崩れないように十数本もピンを刺した。その姿はまるで甲冑をつけた武士のようであった。徳代は、 美声の持ち主だったといい、よく通る声であった。徳世の弟、誠武器は、澄んだ、美しい張りのあるソプラノで、遠くまで凛々しく、響きその深みといい、強みといい、一度聞いたら耳に残っていて、いつまでも忘れられないような魅力のある、美しいものだったと賛美している。代々木連平場の軍人は、徳世の号令は、日本一と称えた。 歌人として、伊豆の石形静子という画号を使ったこともあるように、自身の声に自信を持っていた。特有の声に関する逸話がいくらか残っている。特有の声は、体育指導や日常生活でしばしば雷が落ちたような大声となった。幼女の美木子は、特有を知る人で怒られた経験がない人はおそらく、あるまいと知るし。 調査に来た特別高等警察を殴りつけたという武勇伝を披露している。特に弁解や不正、失礼なことに関しては厳しく叱りつけ、お疲れ様でしたや、ありがとうございましたと声をかけられても叱ることがあった。それでも教え子は、徳与の愛情を感じて心幅してしまい、徳与に反発したり反抗心を持ったりすることは、なかった。五六、徳与は指導の際に、 独特の表現をよく使った。幼女の三木子は、徳世の言葉を、奇妙な、しかもほじった、形容詞と表現し、瞳絹枝は、叱られながら、おかしくなりますと記している。そして叱られた生徒が笑うと、愛嬌を振りまくと、また叱るのであった。以下に、徳世が使った、主な言葉を示す。犬や猫が好きで、よく犬を連れて散歩していたので、 女に死後というあだ名をつけられた。自身の好物を犬猫に与えることも好きで、散歩中には餌を持ち歩いていた。徳代は常に犬を5から6匹、猫を3から4匹飼っていたので、犬猫嫌いの教え子は大変困っていたという。特に白と名付けた犬を可愛がっていた。白は徳代が東京女工師教授時代の1916年頃に、 お茶の水で拾った犬で、東京女工誌で苦楽を共にしたという思いから、二階堂体操塾の移転の際にも一緒に連れて行った。妖犬の頃に、片足が不自由だった名残で、治ってからも足を引きずって歩く、何を聞いても、ワンと答えると徳代は白を溺愛していたが、よく吠えたので、学生からは嫌われ、徳代の外出中に白をいじめる学生もいた。ある日、 学生がロをいじめているところを目撃し、その学生に、あなたは大学ですと宣告した。またある時、大阪の街を歩いていると、痩せた捨て犬が木の下でうずくまっているのを見つけたので、近くのうどん屋に飛び込み、一杯の天ぷらうどんを買って、その犬に与えたという。徳有の人生には常に、経済区が付きまとった。助行師の学生時代にはすでに学士の負債を、 抱えており、死ぬに死ねない立場と心境を綴っている。石川公女時代は、生命保険に入っていたが、保険料が払えずに、中途解約し、特予の金欠を見かねた同僚が特予に代わって、軍事交際を買い受けたり、特予に体操を教えたミスモルガンが、選挙士官の一室に、特予を住まわせたりしている。これに輪をかけて、実家が、採取の手に渡ることになり、 母、妹、末弟の三人を金沢に引き取った。この三人は、徳与の高知市販店人に伴い、宮城県に帰り、長尾塔との清志琴武が面倒を見た。この間、清志琴武は結婚し、徳与は羽織や袴を、高知の五福店に仕立てさせて送った。対戦時代には、多額の借金を抱え、旧橋の儀に、 持ち物の仕入れや学生から借金をすることもしばしばであった。それでも夫に先立たれた妹の富とその娘に、送金気にし、家計を支えた。学生から借り入れ、返済するときは、必ず皆が揃う食堂で行い、皆さんご承認を、と叫んでいた。校舎の雨漏りも直せず、手をつけてはいけない。 財団法人の基本金すら取り崩さざるを得ないほどの金欠にもかかわらず、徳与は人に物をあげるのを好み、学生から二十円を借りると、二十円の利息をつけて返した。教え子は徳与の金欠をよく知っていたので、初任給を全額徳与に寄付したり、雑誌、力を二百冊も買い取ったり、不任先の名物を送ったりして、徳与や母校を支えようとした。 それでも徳世は送られてきた名物を在校生にあげてしまったという。結局、生前に借金を完済することはできず、遺品には多くの金子借用書が含まれていた。徳世が出会った順番に記述する。高村千恵子高村千恵子高村千恵子と徳世の出会いは1899年のことで、千恵子の在籍していた高小学校に、 徳与が不任したことがきっかけである。千恵子は、妹の三つの担任であった徳与に親しみを抱き、下宿を訪ねたり、一緒に、足立家原を散歩したり、徳与に話を聞かせてもらったりとしたっていた。徳与の優勢賞勤務は一年で終わったが、助行士に進学して、すぐの9月頃に、千恵子のいた高等科の女子児童に向けて、手紙を送っている。千恵子は、自分の写真を、 徳代に送り、学費の援助までしていたという。徳代のイギリス留学の時には、千恵子は出会ってから一年くらい経過した、高村光太郎を伴って、横浜港まで見送りに行き、留学中には、長沼や名義で、門付けを送っている。見送り時、まだ二人は、結婚前である。その後、千恵子が、統合失調症を発して入院した時に、徳代は、見舞いに行った。 その時の千恵子の症状は、まだ軽かったが、徳よを見た千恵子は後ろを向いてしまった。徳よは、椅子に座り、二人は黙ったまま同じ姿勢を取り続け、30分ほど、経ってから、徳よは、無言で立ち去った。お互いのわがままさを示すエピソードであるとともに、そうしたわがままを許し合える関係だったことがわかる、エピソードである。千恵子は、徳よより先に亡くなったが、 徳与が知恵子の死に何を思ったかは記録に残されていない。安井鉄安井鉄安井鉄と徳与の出会いは、徳与が女講師に入学したことがきっかけである。鉄は徳与の恩師であり、徳与はクリスチャンの鉄の下で聖書の学習に没頭し、英語専攻でないものには読解が難しいとされた、呼ぶ記さえ読みこなせるようになった。この経験が、 あとに、金沢で、体操教師となった際に教会に通い、ミスモルガンから体操の指導を受ける契機となった上に、英語学習の成果が、イギリス留学に生きることになるのであった。徳余が助教授として、東京助教師に戻ると、鉄は同僚になった。徳余のイギリス留学が決まると、イギリス留学の経験者である鉄に、大いに世話になり、イギリスへ出発するときには、鉄が、 横浜港まで見送りに行っている。留学から戻ると、鉄は東京女高師を去っており、東京女子大学に移っていた。鉄自身は体育指導を行っていないが、かねてより女子体育の重要性を十分認識しており、その専門家として、徳代に東京女子大学で指導するよう懇願した。また、徳代が東京女高師に出勤せず、 鎌倉に引きこもってしまった際には、鉄のおかげで、徳与は、東京女高市に復帰できた。二階堂体操塾の設立構想期には、資金不足から、東京女子大の体操場を借りることも視野に入れていた。二階堂体操塾、対戦では、鉄が理事を務めることで徳与を支えた。このように、鉄は、女子体育の理解者として、常に徳与の味方であり続けた。 長い同盟長い同盟長い同盟と徳余の出会いは、徳余の東京女工士の助教受診人事である。ここで、同名は、徳余に目星をつけ、部下として、徳余を可愛がった。徳余の助教受就人事は、同名自身が、欧米留学から日本に戻ってきたばかりの時期と、重なり、同名は、日本の女子体育の遅れを痛感していたものと見られる。そこで、同名は、 イギリス滞在中に知った、オスターバーグの KPTC に、徳用を留学させようと、文部省に留学生として、徳を推薦した。東京女高師の校長であった、中川健次郎も徳用を推薦し、留学話が持ち上がってから10ヶ月で、徳用は、文部省留学生の事例を受け取った。当時の心境を、徳用は、夢と幻が、ごっちゃになったようなと表現している。 徳与がイギリスに出発した時には、同名は横浜港まで見送りに行った。KPTC でオスターバーグの教育を受けた徳与は、オスターバーグの人格に接し、そこに送ってくれた同名に深く感謝し、徳与の著書、足掛かり4年にも、同名への感謝の言葉が綴られている。オスターバーグは、同名のことを覚えており、ヤパニースボーイが、 日本の体育会を支配しているんだから、誠に結構だと、徳世に言った。またオスターバーグと同名は、徳世留学中に、手紙でやり取りしていた。留学経験を胸に帰国した徳世を待っていたのは、皮肉にも、同名との対立であった。留学先で見つけたりそうとする教育を実践しようと、し、自説を曲げなかったことが、その原因である。同僚は、 特予に自身が骨を折って策定し、スウェーデン体操を軸とした学校体操教授要目を普及させてくれることを期待しており、実際、特予もスウェーデン体操を学び、体操遊戯講習会の講師として、日本中にスウェーデン体操を広めることに尽力した。しかし、同名の言うスウェーデン体操は、ドリル中心の味気ない体操であり、 特余が学んだオスターバーグ式の生き生きとした体操とは異なっていた。同僚の立場からすれば自身が学校体操教授要目を普及させるために地方に出張している間に特余が勝手にイギリス式の体操を教えているように見え裏切られたという思いであった。最初は小さなすれ違いから始まったがダンスに対する考え方や 体操服の採用など特用と同僚はことごとく衝突するようになり、留学前から同僚に妬まれていた特用は孤立無縁となってしまった。同僚と特用の対立の書店をまとめると次のようになる。同僚との対立に加え、プライベートでは縁談の破談があり、特用は精神的に動揺したが、こうした講師にわたる悩みを振り切ることで、特用は 女子体育の使徒としての自覚を強めていき、東京女講師の職を捨て二階堂体操塾を設立するという決断に踏み切ることになった。1922年、特予41歳のことである。対する同名は、1920年、アントワープオリンピックに合わせて欧米への外遊に、出かけ、帰国後は、教授から講師に食会を落とし、1923年に、 東京女教師を退いた。兼務していた東京高等師範学校でも同名は派閥争いを抱えていたが、同名は自助伝に数多の感想もあるがと記すのみで、東京講師、女教師での対立について何も書き残しておらず、女講師の思い出話の中に特有を登場させていない。同名と特有の両方から指導を受けたトクラハルは、 両者に対して学生であるという態度を貫き、どちらにも義理を通した。徳良は、同名の学校体操教授用目の普及活動に帯同し、大日本体育同士会の会長である同名を守るように援助したことから、唯一の愛弟子とみなされ、同名の自助殿に追悼文を寄せた。一方で、徳代の二人の弟と共に徳代の伝記の執筆に参加し、 日本女子体育短期大学の教授に就任して、日本女子体育大学の開設に尽力した。マダム・オスターバーグ・マルチナ・バーグマン・オスターバーグ、オスターバーグと徳与の出会いは、1913年1月に、徳与が KPTC に入学した時である。入学前にオスターバーグについて、徳与が知っていたことは、スウェーデン人であるということだけで、 名前すら正確に把握していなかった。徳与が入学した、当時のオスターバーグは64歳で、実務はミスを幾くあらに任せ、自身が積極的に教団に立つことはなくなり、引退の準備を始めていたところであった。オスターバーグはあまり授業をしなかったため、徳与が直接教わったのは、実地教授法だけであるが、生徒一人一人に長所と短所を指摘して、 本入学の過否を伝えるところを目撃したり、オスターバーグの人格に接したりしたことで、徳与の留学以後の人生を、オスターバーグの存在なしに語れないほどの大きな影響を与えた。具体例を挙げると、オスターバーグの学校創立経緯を聞いて徳与は国家的認識を高めた。オスターバーグは自身の学校を建てた理由として、より良いスウェーデン体操を紹介すること、女子が 体操教師に最適であることを証明したかったこと、独立自衛的なイギリスの女性に体操教師という職が最適であることを認知させたかったことの3つだったと語った。さらに学校を建てた目的は、ロシア帝国とドイツに挟まれた祖国、スウェーデンでは、富国強兵に女性の力が最重要で、有事の際には友好国、 イギリスの女性の援助を受けたいと考えたからだと話した。オスターバーグは、徳与の体格を手足の短い首の丸い体の丈の低いと評し、一見すると体操教師には向かないが、今日の教授ぶりによりて、ただ天才家との少女を提する外に、死はないと絶賛した。留学中、徳与とオスターバーグは共通の知人である、長い同盟について話しており、 オスターバーグは、徳与の帰国後に、自身の学校を建てるように促し、協力もすると言った。徳与に期待を寄せていたオスターバーグは、徳与が1年半で、KPTC を去ると知って、2年在学しないなら、入学を許可すべきでなかった。入学した以上は2年いなければならないと主張し、他の学校の視察せねばならない徳与を困惑させた。最終的に、オスターバーグは、 徳代が学校を去ることを許し、徳代はイギリス国内の体操学校を訪問して1915年4月に日本へ帰国した。オスターバーグは徳代の帰国からわずか3ヶ月後にこの世を去った。死の直前に KPTC を国家に寄付し、無一文で立った私は無一文で終わらねばならぬと徳代に語った言葉を現実にした。徳代は 生涯オスターバーグを敬愛し、自作の花柄の刺繍入りの額縁にオスターバーグの写真を入れて今に飾っていた。徳余が建てた二階堂体操塾対戦には KPTC の影響が随所に見られるが、オスターバーグが女性参政権の獲得などを目指すフェミニズムの思想を持ちながら体操教師を育成したのに対して、 特有の教育観はフェミニズムを直接意図したものではなく、思想的背景なく、技術の身持ち込まれるという日本の典型を体現したものとなった。オスターバーグと特有の大きな考え方の違いをまとめると次のようになる。瞳絹枝瞳絹枝瞳絹枝と特有の出会いは、1924年4月に絹枝が二階堂体操塾に入塾した時である。 塾創設時の得意は、アスリートを育成する気はなく、塾生が、スポーツエリート意識を持つことを嫌い、特定の種目に特化した生徒に、特別な配慮をすることもなかった。テニスの腕を磨きたかったキヌエは、理想と現実の差に思い悩み、退塾したいと思うこともあったが、夏休みに帰省した際に教師となることを家族に、期待されていると感じて考え直した。 徳与の方も岡山県から絹江に陸上競技大会への出場要請が来たことでトップアスリートの要請が女子体育の発展に必要であると認識を改める契機となった。徳与が絹江を認めてからは絹江のために急遽グラウンドを2倍に拡張して競技力向上を支援したが徳与は陸上競技を指導できなかったため絹江は 野口玄三郎、オリンピック陸上競技法や、文部省、競争指針などの手引きを参考に、自主練習に励んだ。絹枝の卒業後、徳与は一旦は、京都市立第一高等女学校に送り出すも、8月には、呼び戻して研究生とし、徳与と絹枝の二人三脚で塾の専門学校昇格に向けて、準備を進めた。 この時の特用はキヌエに月給70円を支給していたが、キヌエは、ガンとして受け取らず、年末年始も帰省せずに、グラウンド整備に尽くそうとするキヌエを無理にでも、帰省させようとしていた。キヌエは、毎朝、松原駅から、対戦に向かう道を掃除し、高身長を生かして、体育館の屋根を修理した。昇格が認められた際には、二人で手を取り泣いたという。 特有は何一つ火の打ち所のない人物と絹枝を手放しで絶賛し対戦に止め置きたいという思いが強かった。一方の絹江は女子陸上競技のパイオニアとしてさらなる飛躍を目指し特有の反対を振り切って大阪毎日新聞に入社した。絹江が立て続けに大会に出場していた際にはこうした大会に出場することは大いに考えるべき。 ことと徳与はたしなめた。こうして徳与と絹枝は仲違いしてしまうが、その後和解したようで、1930年、国際女子競技大会への遠征費として、金一風を絹枝に送った。1929年の徳与の忠告は図らずも1931年に、現実となり、絹枝は、大阪帝国大学附属病院に入院した。 同年5月31日、徳代は、絹枝の見舞いに訪れ、やつれた絹枝を見た徳代は涙を流した。絹枝も涙しつつ心配させまいと気丈に振る舞い、徳代の差し入れであるスイカを2辺食べた。しかし絹枝は回復せず、8月2日に24歳の若さでこの世を去った。徳代は、スポーツが絹枝を殺したのではなく、絹枝がスポーツに死んだのですという言葉を、 婦人口論に寄せた。またプラハに絹枝の石踏みが混流されることになった際、借金をしてまで寄付を行い、女子スポーツの意見を求められた際には、みさんが生きてるといいんですがねえと、感慨深げに語った。女子体育の指導者として、同時代に活躍した井口役里や藤村豊と、比較しても、結婚の機会は、豊富に巡ってきた上、 この二人よりも結婚願望が強かったにもかかわらず、徳代は生涯独身であった。しかし、年を重ねてからも結婚願望を抱き続け、弟の誠吹は40代50代になっても、結婚への希望を捨てていなかったと語っている。1933年、52歳にして受けた新聞のインタビューで、徳代は理想の男性像に侵略的な男を挙げ、 サトシ、ヒトシ、イサムを兼備している必要があると答えた。教え子には、人の妻となり、母となることがいかに幸福であるか、そして、女子体育はそれを叶えるものであることを解き、そのような女子体育を実践し続けた。最初の演壇は、三本儀賞の恩師の仲介で、仙台出身の東京帝国大学法科大学の学生との間で持たれた。 先方が東京から帰る時に、徳代は福島駅で合流し、同じ列車で宮城県に帰ることもあったほどの仲となり、結納まで進んでいた。先方は母子家庭で、徳代の卒業と同時に結婚して家庭に入り、母の面倒を見ることを要望したが、徳代は福島市販3年生で、女講師への進学を夢見ており、 進学と婚約は両立できるものと考え、女講師を受験、合格を果たした。助講師に進学すると、徳世の思いに反して、先方は破談を申し入れた。徳世の家族は、放課の学生なのに、人権無視だと憤き通り、仲介した恩師も、縁がなかった、意に介することはないと慰めた。 この経験は長らく、特有に暗い影を落とし、上行事には赤門の前を通ると破断にした男と出くわすのではないかと、ひやひやし、その男が別の女性と結婚したと風の噂で聞いた、時には悶絶した。イギリスから帰国した際に、家族に松島旅行を勧められるも、新婚旅行で松島に行く予定だった、苦い思い出から、 徳代は拒否し、人の心も知らないでと呟いた。高知師範では、恋愛を経験している。相手は、不評第44連隊の青年将校で、徳代が一門のため英寿病院を訪ねたのが、出会いのきっかけであった。二人は、順調に仲を深め、結婚を意識するまでになったが、連隊長が反対したため破談となった。弟の清子と武器は姉、徳代から、 ことの次第を手紙で知らされたが、書ける言葉が見つからなかったという。東京女高市の助教授時代には、福島市班の同級生の母親が徳養を心配して、ナコードを買って出てくれた。仲介された相手は、海軍少佐で徳養と同じように分け合って結婚できなかった人物で、会ったことから徳与に深く同情し、自分と結婚したらもっと悲惨な目に合わせてしまうと。 発言した。この時徳世は母方のおじ、小柳長文平を同伴していたが、文平は忙しいのにとひどく、不機嫌で、ナコードの家に着くと、お土産はどうするんだと言い,い、先方の同情発言も理解していなかった、と手紙に記している。そうこうしているうちに徳世のイギリス行きが決まり、縁談は自然消滅、先方は徳世の留学中に、 別の女性と結婚した。東京女講師教授に就任した時には34歳になっていたが、徳余はまだ若いつもりで、老女流教育科を前にして、古くなった軍艦をおばあさんの船に例える講演会が学校であって、おかしくて仕方なかったと家族に話し、弟の誠武は内心、そのうち自分もおばあさん船の仲間になってしまうくせにと思っていた。 そんなある日に縁談が持ち込まれ、相手の男性は、ある分野で知名度の高い人物であった。徳世は一旦この縁談を断るもごから気になりだし、誠武に再交渉を依頼した。誠武は、仲人度だった人物に会いに行って、事情を話すと、すでに先方は婚約者が決まったと伝えられ、もっと早く行ってくれたらと残念がられた。誠武は、徳世に、 手紙で結果報告をし、徳代から二日に晩飯も食わずに泣き明かした。もう迷わないで女子体育という使命に生きるという胸を記した長々しい返事を受け取った。裁判年になっても、徳代は対戦の若手男性教師を校長室に呼び、議事恋愛のようなものを楽しんでいた。佐々木修一は校長室に気軽に出入りを許された教師の一人で、 佐々木を応対するときは、普段の孤独感を漂わせず、迷路を改で、カツラは外したままだった。入院中、実定の見舞いすら激怒して追い返したにもかかわらず、佐々木には、面会を許し、私は他人のお世話になりたくない。と話した。通常の訪問者には、面会時間30分を要求し、キョルスを使うこともあった一方で、心を許した。 男性記者とは3時間も懇談を楽しんでいた。体育の世界に入ったことにより、特有の人生は、軍人との関係が深くなった。金沢で、第9師団に乗馬練習のため単身司令部に乗り込んだのが、記録に残る最初の軍人との関係である。乗馬練習中に、将校が部下に号令をかけたがあまりうまくなく、 徳養が代わりに号令をかけたら兵隊は一し乱れずに動いたというエピソードもある。金沢や高知では近くの師団、連隊の訓練の様子を眺めて軍隊式の体操を授業で行っていた。特に対戦時代は陸軍富山学校の教官や青年将校、不評第一連隊との関わりが多かった。対戦に青年将校が来校した際には 授業を中断させて、ゆちゃでの接待や、生徒のダンス披露などで艦隊したため、現場教師の不満の種となった。徳世の、我が身を国に捧げるという思いは、献身的な姿勢で教え子に感動を与える一方で、その時々の政策に簡単に引っ張られてしまうという弱点を持っていた。徳世の人生の末期はまさに戦争に向かっている時代であり、国家主義。 国粋主義的な思想を持った、軍国ばあさんになっていき、徳与の死後の対戦の学生は、人生とは何ぞや、と考えるより、まず自分の心の雑草を抜く。という言葉を残しており、徳与の教えは思考停止装置になってしまった。徳与は、高知時代に軍人と恋をし、教え子を軍人と結婚させたこともある。一方で、教え子の見合い相手の軍人に対し、 今に軍隊などなくなる時代が来ると言ったこともあり、軍人に対する見方は守備一貫したものではなかった。人生の後半になると特有は教育体操の中に兵式体操が入り込んでくることに反対した。軍隊で行われる兵式体操の目的は合令による統一行動であり、教育体操の目的は個人としてあるいは団体としての日常的な動作を 体得することであることから、目的が違うと考えたためである。特に児童や女子に、平式体操を施すならば大いに手加減しなければ、進化を発揮できないと述べた。徳与は、他の女子教育の専門家とも、交友関係があり、幾人かとやり取りした手紙も残っている。具体的には、吉岡弥生、大妻小高、大恵十文字こと、 川村文子らが挙げられる。ある人からは、二階堂さんってなかなかのやり手ね。未だ駆け出しなのに、もう専門学校にしてしまった。と塾の創立からわずか4年で、専門学校に昇格させたことをやっかまれたことも、あった。ある日、吉岡弥生が大戦に来校した。徳代が応接室でもてなすと、吉岡は、まあ立派なスプーンですこと。 まあお見事な歌式ですことと、茶器に比べて貧弱な校舎や、学校設備に対して案に皮肉を言った。その場では軽く受け流したものの、吉岡が帰った後、徳世は人前で散々からかわれちゃったと言いながら、吉岡のモノマネを披露して、鬱憤を晴らした。またある時には、徳世は、河村風美子を訪ねて、金の苦面を依頼した。 川村も、お金に苦労していたのでその胸を伝えて断るも、徳代は、川村のつけていたダイヤモンドの指輪に気づいて、私は、恩給もつぎ込んで一文なしですが、そのダイヤは、高価なものではありませんかと食い下がった。川村は、これは、肌身離さずつけている、記念のものでございますが、なんならこれを金に変えてご用立ていたしましょうかと応じ、さすがの徳代も、 そこまでは求めていないと恐縮して帰った。このエピソードは、徳与の死後に、河村が徳与の末程、誠武器に語ったものである。徳与の体育に対する考え方は、イギリス留学の前後で180度転換した。留学前の徳与相口から学んだスウェーデン体操と、勤務校の近くにあった、師団、連隊で見た。 兵式体操を授業で行っていた。特有は自身が教えている体操がスウェーデン体操だと思い込んでいたが、実際にはスウェーデン体操のうちの教育体操に相当する領域のみであり、鹿の大部分はスウェーデン体操ではなく軍隊式訓練を真似たものであった。また井口から習ったのはスウェーデン体操の方だけであり、その背後にある理論は学んでいなかった。 井口の実践するスウェーデン体操が厳しかったこともあり、得意をも体操とは厳しいものという認識を持っており、授業で教え子が泣くのは当たり前だと考えていた。油性小訓堂時代に行った授業は自分が嫌っていた怒鳴られてバカバカしい体操そのものであった。北国の2月のある寒い日に川から吹きつける身を切るような風の中、 屋根だけのある雨天体操場で、徳代は、児童をきれいに整列させた。少しでも、列を乱そうものなら厳しく叱りつけ、続けて、都市体操をさせた。防寒が不十分な児童が多く、皆震えており、泣き出す者も現れた。徳代は、そんな弱虫ではいけませんと叱り、泣けば泣くほど児童に厳しく指導した。留学以降の徳与の体育館は、チーク。 特育の基礎、保護愛育的体育の2点に特徴付けられる。留学前は、スウェーデン体操を称賛し、ドイツ体操を、さっぱり、ダメと評していたが、ロンドンで見た釣りは、平行棒、鉄棒、木馬の演舞に魅了され、さらにそれが、ドイツ体操であることを知って驚愕し、ドイツ体操を専門に学びたいと日本へ、書き送るほどに認識を改めた。その後、 ドイツ体操は、ドイツ国民のための状態を鍛える体操。スウェーデン体操は、全地球民のための全身の調和的発達を図る体操であるという理解に至ったが、ドイツ体操への敬意を忘れず、帰国後の体育理論は、スウェーデン体操とドイツ体操の接中を図っている。地域、特育の基礎、特与は、体育の目的を、体の健康の維持、増進とし、 地域、特育の基礎であると考えた。当時の日本は、有料国民養成の観点から、地域、特育ともに失敗しており、体育はより悲惨な状況であると特有は認識し、まず第一に体育を充実させることで自然と、特育が高まり、地域も発展すると主張した。これは、先進国の事例をいくらでも挙げて立証できると徳有は述べた。言い換えれば、 体育を通した全人教育であり、女子体育に限定すれば、女性らしい健康な心と体づくりである。体育を全人教育と捉えたのは、特養と対立した長い同盟も同じである。保護愛育的体育保護愛育的体育とは、個人の体質、年齢、境遇に応じて、食物、衣服、睡眠、医薬を調整し、自然の欲求を満たし、 衛生的にいたわることを重視した体育である。基礎的、一般的な体育は保護愛育的体育を胸とし、一般人や子供には保護愛育的体育を施すことが重要であると特有は強調した。こうした思想に至ったのは、当時の日本では、幼児や青年の早死に、婦人や一般人の病弱が社会問題化していたという背景がある。国も、 体育研究所を設立するに至ったが、強い軍隊を作ることが主目的であり、一般国民の健康と体育向上が必要だと特有は考えたのであった。保護愛育的体育は、生徒保護で行うべき体育であり、当時の日本の体育は、教師保護、運動場保護、機械保護であると批判した。教師保護の例として、体操教師の不足を理由に、 複数学級を統合して、他人数で授業を行うこと、運動上本位の例として、グラウンドの砂や、石、干渉を考慮せずに授業を行うこと、機械本位の例として、機械が不足するからといって行うべき体操を省略し、数人だけ、機械体操を行わせたの生徒は見学しているだけに、することを、特予は挙げた。生徒本位の授業を行うには、 体操教師が絶えず練習して立派な体操を見せることと生徒の中から市販薬を選んで自らの力で身につける努力をさせると同時に教師の方にはめないことが大事であると主張した。教師が厳しい号令をかけ続けていると感覚が麻痺し命令がないと動けない生徒になってしまうので注意すべきと説いた。指導する順序に関しては 学校体操教授要目に記載された体操を固定した順序で実施する短式協定が一般的だったが特要は生徒が関心を示し集中して取り組めるよう同じ種類の体操を複数の異なった方法で繰り返し行う複式協定を採用し強弱、難易、緩急のバランスを考えることが正しい協定だとした一回の授業で 体操だけしか行わない授業も一般的で、それだけでは時間が余るため一つの体操を行うたびに休めを挟んで場をつないでいた。徳世はこれを他の教科で2、3分ごとに休めをしますかと批判し、競技、遊戯を取り入れるべきだと述べた。また、学校体育とは勉学で弱らせた血液循環や呼吸機能を正常に戻し、 姿勢を強制するものであると述べた。姿勢の強制は留学前から胸を張る動作を中心に実践していたが、これはスウェーデン体操のうちの教育体操の領域に相当するものであり、医療体操の視点は欠如していた。そこで特有は正しくない姿勢が教育体操によって強制のできるものと医療体操で改善すべきもののどちらか見極める。 必要性を説いた。年齢と行うべき体操の対応について、徳与は、歌表のように主張している。歌表の鍛錬とは、保護愛育的体育に上乗せして行うものであり、最新の注意と合理的な条件を持って行うべきと説いた。徳与の保護愛育の対象は、老若男女を問わず、民族や国籍をも超えたものであった。徳与は、 二階堂体操塾で、当時日本の統治下にあった地域の出身者を、日本人と平等に、というよりもむしろより積極的に愛護した。保護愛育的体育とは言いながらも、特予の指導する体操は依然として厳しいものであった。特予の授業を受けた、徳良春によると、特に都市体操が厳しく、半前半上屈ーなど、独特の名前をつけた体操をさせたという、 徳養が留学から帰国した当時の日本では、井口役里ら先人の努力も虚しく、女子体育は男子体育よりも位に置かれ、女子体育の標準点や到達点の設定にはほど遠く、男子体育を一段から数段下げた教材を女子に与えている状態であった。教育現場では体力的に男子体育の指導が満足にできなくなってきた老教師が、 女子体育で威張り、徳夜は、この立ち腐されれんと手厳しい批判を行った。女子体育は、女子の手でという徳夜の口癖は、男性教師は、女子の身体特性を、よく理解せず、過度に配慮した体育を課す現状が、女子のためになっていないという考えを表したもので、女性体操教師共通の思いであった。徳夜は、著書、足がかり四面に、 何時の世でも女らしい体操家が女子の世界には勝利を占めねばなりませぬという言葉を綴っている。また1925年に全国女学校長会議で総高跳び、スキー、バスケットボール、インドアベースボールなどは女子には過激なので深く考えて行わねばならぬと決議したことに対して徳世は自身の経験上心配には及ぶいとしてある程度までは 男子と同じで良いと意見した。特有にとって、女子体育の目的とは、両妻賢母であり、健全な女性でなければ健全な子供を産めないので、女子体育は、国力の源であると考えていた。また、女子の体の構造と機能は、男子より複雑であるから、男子体育よりも、女子体育の方が重要であると主張した。従って、 男子と同じ体育を女子にさせても成功はないと述べ、女子に適した教材として、ダンスを採用した。逆に女子に適さない教材として激しい運動を上げ、具体的にはマラソンを例示した。マラソンは女子には激しすぎる上、優美ではないからだとした。他方で、当時の日本には、新しいスポーツが、次々と流入し、国際大会に出場する選手も、 増加傾向にあった。徳与自身、イギリスからクリケットとホッケーを日本に持ち帰った。徳与の持ち帰ったクリケットとホッケーは、スウェーデン体操と並行して、KPTC で行っていた競技であり、クリケットは、KPTC で最も難しい競技、ホッケーは最も人気の競技であった。しかしながら、当時日本で、スポーツができるのは、 ほんの一握りの人々であり、彼らとてスポーツを楽しむという領域にはなく、旧来からの武術的視点や国家意識公用の視点にとらわれがちであった。このため特養は、国民体育をある程度まで向上させることが先決で、選手の育成は二の次だと考えていた。その反面、国際大会で、 日本の女子選手を勝たせたいという思いがあり、日本選手夫人講演会なる組織を立ち上げて応援した。勝てば、女の面目、母の面目が立つからという思いと、国際舞台での日本婦人の対面を保ちたいという思いからである。この矛盾は、徳与自身、よく自覚しているものであった。そして、瞳絹枝との出会いを通して、 特有はアスリート要請に火を切っていくのであった。ダンスはスウェーデン体操のうちの遊備体操の領域に相当し女子に適する運動として積極的に採用した。ダンスが曲線的運動で女子に曲線美を与えることとダンスが民族の女性的精神の発露であると考えたからである。ダンスそのものは特有のイギリス留学前より 日本の体操科の授業で取り入れられており、井口役里によって、ファーストダンスや、ポルカセリーズなどが持ち込まれていた。徳与自身、留学前の石川工女教師時代から、カドリールや、レディポルカなどのハイカラなダンスを、授業や、運動会で実施していた。明治時代の井口や徳与によるダンスの普及活動は、日本の学校ダンスの先駆的な取り組みであり、体操的な要素を持った。 ドイツの諸派のダンスを主に採用していた。留学中には、ロンドンの舞踏塾に13回通塾して3人の教師から個人レッスンを受け、ホーンパイプ、スコッチリール、アイリッシュジグ、ウェルシュダンスなどの稽古に励んだほか、数校でイギリスの民族舞踊などを学んだ。特有のダンスにおける功績は、ダンスの基本練習として、身体練習、表現練習、 リズム練習の3要素を初めて実践したことである。ダンスのレパートリーは、徳与自身の創作ダンスや、学生が習ってきたものに手直しを加えたものを、どんどん追加していき、1924年頃には50種類ほどになっていた。ファーストやカドリールといった、西洋式のダンスのみならず、ア雨リりお月さんや、花嫁人形といった、日本の動揺を用いたもの。 キソブシやサドウケサといった各地の民謡を用いたものまで多様であった。ダンスに使う楽曲は古典的な曲から当世の流行歌まで幅広く取り入れ歌っても踊っても良い曲を揃えていた。教え子の記憶によると東京女高師教授時代に徳余が教えたダンスは時期によって異なっていた。1915年に入学した徳良春は 三人遊びと題した特予の創作ダンスやメーポールダンス、ブラックナッグ、ギャザリングピースカッツ、ロブスタージックなどのフォークダンスを習った。一方、1918年に入学した堀一よつるは在学中にウォーキング、ホップ、ポルカ、バランス、ギャロップといった方法しか習わなかったといい、三人遊びは卒業後に特予の体操講習会で初めて、 習ったと証言している。大正時代の末期頃から、徳良春と、土川五郎は、舞踊愛好者との交流会を開いていた。この交流会は、昭和初期になると毎週行われるようになり、体育ダンスの荒木直則、渋井継夫、日本体育専門学校の赤間正彦、加藤孝吾、沢山駒次郎、女子体育家の藤村豊伊沢栄一姉妹。 見ノべ宝が出席していた。徳与も、この交流会に参加し、出席者は、女子体育の普及にはダンスが最適との共通理解が、生まれた。留学から帰国した徳与は、和服が自然な呼吸機能を阻害するので、改良しなければならないと考え、和服式体操服を考案した。留学先のイギリスで自国の文化を大切にする、教育に触れて、感銘を受け、 ぜひとも体操服を和風にしたいと考えたのであった。徳代は1916年10月に、丁名皇后が東京女皇子に行刑するのに合わせて、和服式体操服の木染め式を行った。その体操服は、和服から胸下線を取り去り、袖をシャツのようにし、貝に袴を採用して、帯を紐状にしたものであった。 中に肌着を着込むことで干渉を調整し、足元は靴下を履く貝か中かは自由とし、旅でも下駄でも構わないとした。この格好ならば体操科の授業以外にそのまま、出席しても何ら問題なく、羽織やコートを上にまとえば外出もできると利点を主張した。日染め式に続き、徳与は2年生の生徒15人を率いて皇后に、ダンスを披露し、皇后は、 本校の教育一般に進歩の上あり、また特に体育に留意するところあるを見る、という感想を述べた。せっかく木染め式まで行ったものの、和服式体操服は不採用となり、徳与は結局、KPTC と同じチュニックを教え子に着せたのであった。徳与による体操服の改良の実践は、 非活動的な従来型の衣服が男性への女性の霊俗を強いるものであるから、運動を通して衣服を改良し、女性の地位を向上させるという意味合いを持ったものであった。井口役里が持ち帰り、長い同盟も採用したブルマーも女性の心身の解放を目指した体操服であった。いずれの著書も女講師文化出身の文才を発揮し、 読者に話しかけるような文体をとっている。郷里の三本木にある大崎市三本木総合支所には特予の教蔵が設置されており、2019年3月17日には二階道特予先生を検証する会と立山公園を復活させる会が共同して特予を検証する看板を設置した。また、母校の三本木小学校では2018年より、 校内縄跳び大会を二階堂特与杯と銘打って開催し、二階堂特予先生を検証する会の会員も観覧に来ている。2019年に、吉野作造記念館は企画展、時代を作った女性たち、対象女性の豊かな生き方を開催して、特用取り上げ、同企画展終了後は、宮城野先人、二階堂特予と改名して、写真資料のみの展示に切り替えて、 特養を紹介した。特養が創設した日本女子体育大学では、学部1年生の教養演習で特養の障害について、見識を深める授業を行っている。この授業は従来、テキストを読んで問いに答えるという、テストの読解問題のような形式をとっていたため、学生から不評であったが、2012年に外部講師を招いて、学生が、 シマリオ作りをするという方式で開講したところ、学生が得意に人間としての生き生きとしたイメージを持つようになったという、ありがとうございます。